Alright? Alright? これはね、オーマイ、なんでこれ買った？はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回もこちらのマッシブリサージャンスクワット、マップはアルマズラの夜のマップでやってきた時の試合となっております。で、今回使った武器はこちらですね。もう見えちゃってるんですけど、メイン武器としてこちらのベル46、まあ、MP7 ですね。こちらを使ってプレイしてきました。一応相方にカスタム545持ってきてます。で、ベル46、MP7 のカスタムはこんな感じです。で、この武器は、前々回とかに紹介した、まあ、バスピーかなと違って、別にね、強化とか今シーズン入ったわけではないんですけど、まあ、シーズン5とかシーズン4とか、その前のシーズンでめちゃくちゃどんどん強化されてた武器で、なんか本当バスピーと似たような感じで、もうどんどん強化されてって、ようやくね、メタ武器に入ってきたみたいな、そんな武器となってます。で、調整見ていくとこんな感じです。とりあえず反動とね、あとは射程距離とか、あとはエイム速度に振ったり、ダッシュ後射撃に振ったりみたいな感じで、まあ軽さと、あとは打ち合いの強さ重視してカスタム組んでます。そして次にこれが加速545の、カスタムとなっております。これは中距離遠距離のね、メイン武器いろいろ試してる中で使ってた時の感じなので、個人的にあんまり545強くなかったかな。安定感はね、めちゃくちゃあるんですけど、昨日上げたね、ラハマン556の方が強いかなって、個人的には思ってます。一応ね、調整見ていくとこんな感じです。あと、ブレに振ってる感じですね。この武器もともとそんなブレないんですけど、まあ、ほぼ無反動にして、ハービンジャー、サプレッサーつけて、高速弾つけてみたいな感じのカスタムです。はい、ということで、早速ですが、試合の方に移っていきたいなと思います。ホーンテッドね、結構ね、日にち残り少なくなってきてるので、まあ、特に迷彩ですね。迷彩手に入れてない方は、ぜひね、こちらのハロウィンイベントとか、あとはマルチの方で魂集め、やってみてください。そして最後によかったら、チャンネル登録だったり、高評価などしていただけるとね、めちゃくちゃモチベーションにつながるので、よろしくお願いいたします。それでは最後までお楽しみください。どうぞ。みんなが求めていた、キャラコン。まあ、キャラコンが必要な理由よ。配信映えするから、配信映えする大事さが。おい、いやー、ヘルミープリーズ。あぶねー、あ、もう一枚、もう一枚、もう一枚、あぶねー、おら、無駄オッケー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 、あー、楽しい。どうぞ。起き上がった瞬間、これでダウンさせると俺のキルになります。これ意図も絶やすく行われるゲスない、これ。団子三兄弟だ。ハロー。全員セーフゾーンに到着した。まあ、そんなにいないか。倒れそうだ。え、私がついてる。しっかりしろ。味方がいれば多分大丈夫。それは死ぬね。さあ乗って、でバック。いけ、撃て、いけ、あ、ごめん。 OK、 よし、2階だと思うんだけど。大体の。あ、違う、そいつが映ってたのか。勘違いしたと。UAB は燃料切れだ。多すぎ。2階に多分いるんだけど、そう、しゃがみとか繰り返すことによって足音、ん、いた、どうも。味方は、味方近く、うん、2階、1階、多分やれそうだね。あれ、なんかさあ、ネクストです。追い詰めろ。優遇のロードアウトドロップが向かってる。魂どうする。エリア内に敵だ。ここにいると思ったんだけど。友軍 UAV オンライン。いたわ。
け？残りの奴らも追い詰めるんだ。バンティーターゲットを全員倒した。暗すぎて見えねえな、どこにいるか、敵が。セムテックスを投げる。いって、グリ表記なかったのに。残りの敵オペレーターをマークした。奴ら追い詰める。上なんだよな。おも？あ、上か！危ねえ！危ねえ、今しかも2回も来てた。セーフゾーンに移動しろ。おらい？オッケー。 EAB 出して。結構いるね。パーティーの始まりだ。いやー、どうしよう。ちょっと待って。ここに映ってるやつは何だ？空中か？あ、でもいる。オーライ。残りの奴らも追い詰めるんだ。さあ、敵が降下してくる。上空を警戒しろ。いや、上だよな。サンキュー。ノーダメージで一人仕留められたのはマジでか。敵オペレーターをマークした。奴ら追い詰めろ。直ちにセーフゾーンへ向かうべきだ。なんかいいね。やっぱいた。はい、ありがとう俺の耳。さあこれ後ろのやつ見よう。今回後ろのやつ見ます。なんでかっていうと、これ後ろのやつらここ来る間に、遮蔽物が一切ありません。これなのでフリーキルで敵を倒しに行けるチャンスなんで、ちゃんと整地して偉いね。けど情報を先に手に入れてんのは俺なんで。オッケー、これで下と上両方に弾一発ずつ当てて、あとこれ降りてこなきゃいけないんだ。相手降りてこなきゃいけないんで、こういうところで見てあげる。ここに向かう。いや、惜しい。セムテックスを使う。多分これ爆風食らうはず、このままいたら。だから前詰めてくるから倒して、多分これこのまま下ってくるからしっかり見てあげて。やべ、ギリギリ倒せん。割ってあげて。うん、もう一枚も割って、ギリ無理か。惜しい。あまり良くないですね、これ。敵を発見。あ、まだいんの？そこ。キャッキャいるね。はい。ただ復帰で上はいると思うから。こっち行こう。移動する。これはね。オーマイ。なんでこれ勝った？なんかちょっとかゆいところに手が届かないね。カスタムが悪いかもしれないけど。上表記ってことは OK。 しっかり味方のカバーをして、さあこれで弾を全弾を補給。こういう時にやっぱ情報を手に入れ。 OK。残りの奴らを特定した。ドカーマ？クラスター前に UAB オンライン全域を旋回中。なんだ、この裏？残りの奴らも追いつける。アーマー巻いて。強化アーマーだから1枚でいい。通したね、ドア。ってことはいる。さあグレ置いて。回って。逃げるところを仕留める。残りの敵オペレーターをマークした。奴ら追い詰めろ。さあスモークを置いて車線切って、スモーク置いて。これ SZ ホロサーム確定だね。これただ俺は死なない。さあ詰め方が甘いと一瞬で倒しちゃうよ俺。詰め方甘いね。
そこに映ってるやつやりたいけど、スモークが欲しい。オッケー。あそこの車線切ってあげて。で、これでピークしよう。これあいつらは車線ないからね、今。多分いると思うんだけどな、もう一人。あ、ほらほらほら。さあ、30キロ突入。レスコーですよ。さあ、この距離カバーできるか。え、ギリ届かんか。まあ、ただこれ前詰めよう。こうなったら前詰めるしかない。相手のあれが少ないからね、アドバンテージが。ほら、だからこうやって倒せる。スニークする。いや、これバレたかな。俺がここまでいるっていうのがバレてないといいんだけど。え、アドバンカッツ。これで2カッツ。奥にも鍛えてあげて。スモークグレネードを放る。車線切って。スライディング。スライディング。お、うまい、それは。オッケー。これ無理だね。縦のやつがやばいな。あ、ナイス。よくやった。地下にいそうだね、これ。敵を発見。これ人間か。あ、ファラオやってんのか。ほらー、オッケー、ジジー、レッツゴー。ファラオやってたんだね、ジジー。しかも圧倒的勝利。はい、34。いいね、いいね、34。